昨年、酪農廃業。政府は支援するつもりがあると思いません。天下り先を作ることしか考えていないように思います。なるほど、酪農ね。これコロナでね、学校給食がなくなって、牛乳の需要が一気に減ったということで、それで牛乳余った とということで大問題になってましたよねそれに政府はちゃんととと対応しなかったということですよねまあね工場だったら生産設備止めて従業員自宅待機させて給料分は国の方が出してくれてっていうことで調整できたのかもしれませんが、まあ落納の場合は生き物ですからね、えー、生産ライン止めて終了ってわけにいかないですよね生き物ですから牛さん、ね、育てていかなきゃいけないわけですからね。 だから普通だったら工場を止めて従業員自宅待機その分は国が払うでなんとか生き延びた企業たくさんいるわけじゃないですか。そそれはそれはででいいんですけども それが効かない業種これをどう対応するかですよそこをしっかりどう守れるかということこれがですね目を向けてないというのはまあお気の毒ですよねそうですか一昨年廃業ですかまあコロナになってからそれなりに努力をなさったんでしょうねそうだからあの学校がなくたって で子供がいなくなるわけじゃないじゃないですかそれを例えば行政が買い上げて子供たちいる家庭に配るとかなんかやり方なかったんでしょうかね人口が減るわけじゃない飲む水分の量が減るわけじゃないわけだからね結局学校で消費するというのがやっぱり大きかったっていうことですよねそうですか本当に手を差し伸べなきゃいけないところに手が回ってなかった 政府は支援するつもりがあると思えない天下り先を作ることしか考えていないというねだから LGBT でもまたなんかそういうね天下り先ができていく利権ですからね酪農家減ったら困るでしょうよ今コロナからね回復して学校も始まってるし給食もまた戻ってきてるしこれからまた社会が正常化していく時に酪農家だいぶ減っちゃいましたよって言ったら牛乳というものが高いものになってしまう 北海道とかは酪農、ねね、家がいて、まあ、畜産業がとても盛んで,で牛乳がいっぱいあって。 で、そこから、あの、いろんな洋菓子のスイーツがいっぱい作られて、北海道はスイーツ王国になってるわけじゃないですか。じゃあ、それ、落農家が減りましたって言ったら、学校給食だけじゃなくって、いろんなものを困りますよね。必要だからあったわけですから。結局、その、生産者のこと考えてないっていうことは、消費者のことも考えてないし、地域の経済のことも考えてませんよね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね チャンネル登録もお願いします。え本家武田つねやすチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。